北村正也は日本の政治家。青森県で県議会議員、副知事を各3期、その後知事を4期にわたって務めた。上北郡三沢村で牧場主の長男として生まれた。先祖の北村豊造は元合津藩主で合津戦争敗北後に同藩が都南藩として現在の六市へ転覆された際に移住し、広沢康東と共に、 日本初の西洋式牧場である海馬記者の経営に参加した。旧制のヘジ中学を卒業、森岡高等農林学校から大日本帝国陸軍の獣医部に編入。軍の獣医少佐として出生し、インドネシアで終戦を迎えている。その後は1952年に大三沢町議に初出馬し、当選。一期目の途中の1955年から、 青森県議会議員を連続3期、さらに1967年から竹内俊吉知事の元で副知事を連続3期務めた。副知事時代には、むつ小川原開発で政府や企業との折衝に当たった。1979年に竹内の後継者として知事選に出馬、当選した。長期時代からの持論だった産業構造の高度化を知事としても掲げ、 道路や鉄道、空港、港湾などインフラストラクチャーの整備に尽力した。特に、東北新幹線の青森までの整備には、福知寺時代から取り組み、計画の凍結や延期を経験しても粘り強く、森岡駅北の早期着工を訴えて、地元では、ミスター新幹線と呼ばれた。また、六ヶ所村各燃料再処理施設の誘致に力を入れ、 1985年に六ヶ所村への、革年施設受け入れを決定している。1987年、青秋林道建設の見直し発言を行い、後のユネスコ世界遺産、白上山地登録への道を開いた。1994年には世論を受けて産内、丸山遺跡の永久保存を決めた。5000を目指した1995年2月5日の知事選挙では、 新進党、公明党の推薦を受けた、木村盛尾に約2万6千秒の差で敗れた。同年、君一等随法相受賞。知事退任後は、糖尿病などで入退院を繰り返した。2003年12月下旬に、脳梗塞で倒れて入院し、既得状態が続いた後の2004年1月26日に死去した。去年87。妻、 幸子との夫婦仲は円満でデパートへの買い物などに付き添っていた。また、妻が晩年に自宅で闘病生活を送っていた時には車椅子を押して散歩をしていたという。最後は同じ病院に入院しており、マサヤより1日早い1月25日に幸子が84歳で死去している。北村家と自民党県連によって、 北村夫妻の合同葬儀が2月2日に、青森市のホテル青森で開かれ、親族や津島雄二など、約1300人が参列した。なお、長男の正藤は、毎日新聞社の会長、主筆。福島県ホームページ、北海道に足跡を残した、福島の人々、広沢康藤の項目朝日新聞、1998年9月20日付長官。 青森地方面、北村正康市許もと青森県知事。47ニュース、共同通信社。http://www.47news.jp:/cn/200401/cn2004012601001318 html2012 年7月7日閲覧。 白紙山地、森はよみがえるか佐藤正明2006年、P280 から 93ISBN4 から8461から0611、X ハット、95年秋のジョクンクン等、クン等、読売新聞1995年11月3日、長官、北村正康死去、元青森県知事、四国新聞社、 h t t p ススララッッシシュュ w w w s <www>. h i k o k u n p c o j p スラッシュナショナルスラッシュ oku-mi スラッシュアーティクルド spxid イコール20兆401億2600万1842020年2月29日閲覧ありがとうございます